マキテク始まります。今日も今日もご機嫌悪い機会がね、あれ機会がご機嫌悪くてね、ちょっとご機嫌斜め、ちょっとね動かなかったりとかね、ちょっと動いたかなと思って始めたらちょっとダメやったりとかね、ちょっと30分後ほど、約30分ぐらい遅れてしまいましたが、皆さんお待たせしました。はい、やっとうまきっていく始まります。いつものように始めていきたいと思います。はい、ちょっとね昨日今日とちょっと機械の調子が悪くて、なんかごちゃごちゃしましたが、間違いなく始まるのは始まりますので、待っていてくださった皆様ありがとうございます。そんなことで、今日のねお客様はねハモリキッテクさん、はい、ちょっといろいろね並べていますので、なんとなくわかるかもしれないけれども、ハモリキッテクさんということでね、お客様はね野村慎さんに来ていただきました。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。はい、野村慎さんですね。野村慎さんは何をされとるんですか？はい、本業はですね、業務用食品の、卸業者ということで、はい、まあ、病院とか、はい、学校ですね、うんうん、あと普通の喫茶店とかも、あ、そんなところにも卸している。そうです、ね、食品卸のお仕事を本業とされているということですね。はい、っていうことは、片手間にっていうわけではないんやけどまたもう一つお仕事をされていて、それと、カラオケボックスと、まあ、あとコインランドリーもやってますけども。ああ、そうなんですね。コインランドリーもやっている。やってますね。梅雨時期はよく働きますね、コインランドリーは。よく回りますね、雨が降れば。ねえ、ねあ、回りますよね。あ、コインランドリーええー、な。そんなことを話したから、今日はねちょっとねそのカラオケボックスの方の話をねちょっと聞かせてほしいなと思っています。はい、もうもちろんそのつもりでこういう感じで並んでいるんですけどね。はい、そんな感じですね。カラオケボックスの方はいつからされてみえるんですかね？最初の始まりはですね、平成元年、はい、元年っていうともう今からもう26年前、結構早い方だと思うんですけども、うんうん、まね、そうですね。カラオケボックスをされたのはお父様？はい、うちの父親が始まりましたね。うん、それはせやけど26年前にカラオケボックスって言ったら、あのコンテナの時の時代やよね。今考えたらあれ一体何やったんやろっていう感じしますよね。あれは多分、ね、あの不要になったコンテナの再利用みたいな形も、うん、そうですね、もうプラスカラオケっていうのをプラスしてっていうのがあってんけど、ね、あれコンテナはコンテナで今は困ってますよね、皆さん世の中に。結構ね錆びてくるんですよね。ね、はい、まあそんな話はいいんですけどお父さんすごいですよね。そんな時代にカラオケボックスをしようっていう、この田舎でね、結構ね、うん、先見の目があったというか、ね、それが、ね、あのお家にもカラオケってありました？ありました。昔はね自宅に一つ、何軒かのうちの一軒にはカラオケあって、あったんですよ。8トラックのねえ、カチャっていうね、カチャってやって、ね、うちの家にもありました。お母ちゃん、お母ちゃん歌ってましたけどね。ねえ、だからかどうか分かりませんけど、カラオケ好きやったんかもしれない。カラオケは好きだったんでしょうね。あんまり僕聞いたことないですけど。あ、本当ですか？あんまり聞いたことないですよ。カラオケボックス今現在もこうやってしとっても、お父さんの歌あんまり聞いたことない。あんまり聞いたことない。あれ、メカが好きなんやろか。新しい機械好き、機械物好きで、ね、ええ、はい、結構その時代も新しいもの、新しいものって。だからでもすごいですよね。先見の目があったと思います。なんか、ね、今となってもそうですね。ねえ、うん、そうですね。でその後ずっともう26年間続けてられたんかと、ですかね。そうですね、あの、はい、やってきたんですけども、うんうんうん、今からちょうど10年ぐらい前ですね、うんうんうん、あのこの町、あのかなりの雨が降って、うんうん、水害人間を思いまして、はい、そのね話はね、ここへ来てもらう、ご商売されてる方、皆さんそんな話される方おるんですけど、すごかったんですね。カラオケボックスの部屋の中がもう1メートル以上水に浸かりまして、ちゅうことはカラオケの機械でこんなとこにないでね。そうですね、ここにあるやろ。あるんですけど全部浸かったの？浸かりましたね。でもやめようかってなったんですよ。あ、はいはいはい、はい、そうね、もうそんなに流行ってなかったので、うんうんうん、もうやってもいかんし、やめようかなって思ったんですけど、うんうんうん、もうちょっとカラオケのつながりでですね、うんうん、ちょっと頑張れやってことで、うん、カラオケ機械業者さんが、まあ、そういうカラオケ協会のねつながりの中での、そうなんですね、はいはいはい、そのつながりの中でのアドバイスをいただいて、うんうんうん、じゃあちょっと新しくやってみようか、頑張ってみようかなっていうで、ガラッと変えまして、
今の携帯になった感じ。今の携帯ですね。約10年、10年、うん、あ、そうか。水害からまた改めてやってみようかって心を決めてやったのがちょっとリニューアルして、新しくしてっていうことです、うん、そういう話よく聞くんですが、水害のまではもちろん商売されとってんけど、水害でやっぱり落ち込むんやけど、また新しくこんな違うことを始めたんさっていう、そうですね、まあ、頑張って見える、ね、機会というかね、チャンスというかね、うん、それもそういう機会やったんですかね。そうですね、はい、でもうそう思うしかないですよ ねでも英語に向かっとったらそれはそれで良かったことであって、はい、ね、そんなあのリニューアルされたお店の写真も今日持ってきていただいているんで、ちょっと見てみたいなと思いますけど、外観こんな感じ。そうですね、ちょっとしゃれてますよね、なんか、ちょっと夜なのでね、はい、ライトアップされてますけど、ライトアップされた感じで、はい、なんかね、あのレトロな感じがして、そうですね、木をふんだんに使ってるんですよね。やっぱこっちならではですよね、それはね、なんかちょっと温かみのある感じで、ね、いい感じですよね。中の写真もちょっとあるんですね、はい、なんか、あ、木をふんだんに使っている感じで、はい、受付なんですけど、はい、いい感じですね。はい、中の方のつなが、はい、ああ、もうやっぱり木の感じで、あったかい感じで。ですね、はい。ちょっと照明もオレンジ色のような。うーん、何部屋くらいあるんですか？11部屋あります。いや、結構あるじゃないですか。はい、11部屋って言ったら。そのうち1部屋がまあ30、まあ、頑張れば30名ほど。ああ、団体さんでも受け入れてくれるっていうところなんですね。そうですね。それいいですよね。若い子が集まった時とか。うん、ね、30名入れたら結構なもんですよ。結構入りますね。ね、30名を入るお食事するとこを探すの大変ですもん、うん、私らでも。ね、それで、ね、そのぐらい入れたら結構1団体住むんでね。そうですね、はい、ぜひあのいいなと思います。ぜひ、はい、ぜひ使ってほしいかなと思いますけど、はい、今日はね、やっぱりカラオケのこと、カラオケボックスさんで、一応兼任で店長さんされているってことですよね。はい、そうですね、はい、なのでね、店長さんされているってことで、ちょっとカラオケボックス、今日はカラオケボックスの宣伝をさせてほしいかなと思っていて、はい、まずお店の方を見せてもらいましたが、はい、まず何からいきますか。そうですね、まあ、カラオケ、うん、多分皆さん、うん、はい、来ると、まあ、多分もうすぐ歌いたいと思うんですけども。そうですよね、歌いたいから行く。もちろんそうなんですけど、うん、歌ってて、まあ、それ以外もいろいろありますよっていうことをちょっと紹介できればな。いろんなことがあるそうです、はい、うん、ではお願いできますか。そうですね、まず最初これ、今日持ってきていただいたんです。ちょっとリモコン持ってきたんですけど、はい、見えますかね。結構大きなリモコンですけど、はい、ですね、はい、まあ、いろんな機能あるんですけど、うん、そうですね、今すごいですね、カラオケの機械リモコン、どんなになっとんやっていうぐらい、もうスマホのような感じで、あー、すごい、動画も見れる、見れますね、うんうんうん、まあ、どうですかね、皆さん、テレビで今人気の関ジャニさんがやってる仕分けっていう、ね、うん、仕分け、関ジャニの仕分けって知ってますかね、うん、音を当てていくやつね。そうですね、はい、精密採点のですよね、はい、ああいうゲームというか、まあまあまあ一種のゲームですよね。まあ、うん、ゲームですね。それもまあここからできるんですけども、はい、できるんですね、できる、そういうのもあるし、うん、まああと、ちょっとタップしますね、うんうん、こう見やすく大きな文字で、ご年配の方でもできる。子供さんにも年配さんにもいいですよね、字が大きくなるっていうことはね。そうですね、まあ、ちょっと暗かったりするのでね、カラオケボックスとかはね。そうですね、あとこういう、もうこのリモコンで、お子さんに遊んでいただくことができますよっていうことも、歌を見る、あ、ごめんなさい、ちょっとこれ間違えましたね。遊ぶ、まあ、ここで、うんうん、ね、あ、そんなこともできるんや間違い探し、コナンと間違い探しできるの、もうこの中で、こう間違い探しをお子さんでやってもらうこともできますよってこともできますよね。そうなんですね、びっくりします。チュンですね、あ、音もこう、まあ、こういうのもあるんですけども、うん、やっぱりこういうスマホみたいにこうやって動くんですね、うん、すごいでしょ、うん、これこう倒せばひっくり返って、あ、ひっくり返る、あ、すごーい、そうなんですね、ませんけど、こう、あ、こういう風にもなる、へえ、すごいですね、まあ、まあ本当にスマホのような感じですね、うん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 、すごいです。こういうのも他におすすめとか、おすすめ、ね、皆さん知らないけどこれ面白いよとかいうことがあったら教えてほしいんですけどね。一番のおすすめは、はい、これ今日ダムという機械の、うんうん、ダムカラオケの、はい、あとジョイサウンドっていうのがありますけど、はい、ダムとジョイサウンドが主に入っているんですね。そうですね、はい、ダムはライブダムという新しい機械を入れています、はい、
皆さん最近カラオケボックス行ったらどの部屋がいいですかって聞かれますもんね、うん、ジョイサウンドの部屋がいいかな、ダムの部屋がいいかなみたいな、自分で選べる感じですね。ダムの好きな人とジョイサウンド好きな人と分かれると思うんですけど、でもいつも違うので歌えたりもするしっていうことで、今日はダムの機会を持ってきていただいたんですね。そうですね、はい、この中にですね、はい、ダム友というダム友、うん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 、見たことあるけど聞いたことないよって人もいるかもしれませんけど、あ、多分ね、私もね、ダム友っていうボタンは見たことありますありますよね、ボタンは見たことあるけど押したことがない。そうなんです、多分、はい、ね、みんな友達で来た場合にはもう先に歌おう歌おうだから、うんうんうん、そういうの多分見ても、ね、なかなか関心持たないと思うんですけど、うん、そうですよね、はい、なんだろうっては思っても、うん、なんだろう、追求したことがない、うん、ダム友、まあ要はですね、はい、この機械、そのライブダムのカラオケを使って部屋で録音ができるんですよ、無料で、はあ、無料で、無料で、すごいじゃないですか。でその録音したやつを、うんうん、そのダム友というサイトがあるんですけども、うんうんうん、パソコンとかスマホ、うんうん、まあ、携帯電話でもできますけども、うんうんうん、検索してもらって、うん、ダム友というホームページがあります、はい、そこのホームページの上に、うん、その自分が歌った歌をアップロードすることができます、まあ、自信がなかったらできない。いやいやいや顔は見えませんので歌だけなので、うん、それを全国の誰でも聞いてもらうことができますよ。あ、面白い。それはパソコンとかスマホにつなげるんですか、うん、パソコンとかスマホでそういうダム友っていうサイトを見つける、まず、まず見つけて、うん、でログインだけ必要なんですよ。ログインだけする、ログインは無料でもうすぐできるんですね、自分の好きな、うん、あ、パスワードとか作ってすぐにできるようになる、はい、うん、それに自分の、例えば自分の好きなアーティストとか、うんうんうん、の歌歌っている人を聞きに行ったりするんですよ、うんうん、ああ面白い。めちゃめちゃ上手い人がいたりする、いるんですね、やっぱり世の中には。そうでもないけども、うん、すごい声が好きな人とかね、うんうんうん、いろいろ見つかるんですよ。ああそうなんです。あ、これでもダム友のところで操作するのと、うん、パソコンとか携帯電話スマホで操作するの同時に行っていく、ね、そうですね、これでも登録はできますもんね、さっきの、はいはい、ダム友っていうところで、ダム友って言って、うん、ちょっとこれネット回線つながってないのであれですけども、うんうん、これログインってあるんですけども、うんうん、ログインですけども、いきなり行ってもできないので、このダム友っていきまして、うん、で登録をするんですか。登録するんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここで、はい、ダム友の ID 持ってますか、持ってませんか。そういうので、ね、作る、これで、ね、こうやって操作するやんか、はい、それも覚えといて、パソコンでもスマホでも操作できる、うん、ちなみにこれでも聞けます、実は、直接。すごい、部屋からね、部屋からね。ほんまですか、すごい、知らなかった。そうなんですね、めちゃめちゃハマりますよ、うん、本当ですか結構ハマっているんですねハマってますね、はい、歌がお好きな、そうなのでね、僕も歌は好きですね、はい、これ今のそのダム友っていうのは、その、うんうんうん、自分が歌ったのを録音しますって言ったでしょう、うん、これが実は3回まで録音できるんですよ。はい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 、1回の録音で、1回の録音で3回まで、3回っていうのは自分が今歌いました、うんうん、でその上に自分がもう1回ハモって歌うことができます。30人できる、それが30までできます。へー、これが1セット。もうね、プロの域ですよね。ハモれるとかハモれやんとかよく分からんけどその歌すら一生懸命歌ってそれしか歌えやんけど、その上にハモれる人がハモったりとか、うん、そうですね、そういうことができる。で、もう一つは何ハモれるの。で、その今のワンセットでそれが4回いけます。あとだから3回、うん、なんか難しくなってきたけど、だから12和音までいけます。すげえな、出せやん、そんなに私。いや、一人でやらなくても、うん、みんながしてくれる。実はですね、これ今録音アップしたやつも、うん、全国の人が聞きました、はい、でそれに対して、うんうんうん、それに例えば北海道の人とか、うん、九州の人とか、その歌のハモり得意っていう人がその上にハモることができる、うん、さらに。いやすごいな。だからよく結婚式とかで、うん、ね、全国のみんなバラバラになってて、なってるけども、うん、ちょっとその動画とか、うんうんうん、録音とか作って、うんうん、でそれを相手に渡してあげるっていうこともできる。できる、うん、そんなことができるんや。基本これは無料です。ということは、うん、とにかく初歩直近に戻るよ、はい、カラオケを自分の好きな歌を録音できる。はい、できます。それをここにパソコン上、ネット上にダム友のサイトにアップができる。できます、はい、
っていうことですよね。そうですね、基本は、うん、そこにその歌を聴いて、お、あ、俺この歌のハモリ得意なんさなっちゅう人がカバーしてくれたりもする。メイン歌ってもいいし、同じメロディー歌ってもいいし、うん、面白い、うん、自分のお気に入りの人も大体合唱みたいにもなるっていうことね。なりますね。それでハモリはできやんけど一緒に歌うことはできるさっていう人がかぶってきたら合唱みたいになるってこと、ね、合唱って言ったら言う方はおかしいけど、別にアップするんですけど、うん、それを公開しなければ自分の練習にもなるんですよ。だから自分が歌った歌を聴いて、そう、あ、ここはちょっとおかしいな、いや面白い、そんなこともできるんですね。もっともっといろいろ深く、恥ずかしくてできないあと今言ったんですけど、はい、今のは録音だけなんですけども、はい、音声だけなんですけども、うん、うちのカラオケには一応2台2部屋、うんうんうん、動画が撮れるカメラもついてる。動画、カラオケ歌っとるとこも、そうですね、うん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 、一人で歌ってもいいし、うん、それどうすんの、動画撮ったらグループで、それもあのダム友のサイトにアップして、載せれるの、はい、すごいな、すごいな、結構アップされてますよ、すごい本当、動画自分の歌っとるとこはやけど、みんなでワヤワヤしとるときは楽しいよね、やっぱりそういうのをアップしてる人もね、楽しいし、それこそさっきの話じゃないけど、結婚式のなんやこれやを近くに集まって人がなんかわやわやとはビデオ撮ったりみたいにできるよね。ですよね、はあ、そうも面白いね。そんなことができるっていうの中の人知ってますか。そうなんです、こんな面白いことが ね、実はこんな面白い世界があって、はい、カラオケを使っとる、取り扱っとる店さんでも、うん、お店さんでもこの機能を本当に知っとるか知ってないかって知ってない人も多いよ ね。あ、バレた、私カラオケはい、そうですね、はい、知ってないです。知ってないですよね、はい、知ってないです。カラオケの機械を置いとってもこの機能があることを知らない人も結構おると思います。そうなんですよ。多分そんなね、説明受けないですもん。受けませんね。はい、受けません。で、うちのお客さんで結構ね、うん、最近ちらほら見るんですよ。うんうん、ちょっとご年配の方とか、うん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 、で若い女の子とか、うんうん、ダム友を録音しにやってくる。ああ、そうなんですね。うん、でちょっと僕それ気づいた時にはちょっと声かけて、うんうん、ちょっとアドバイスじゃないですけど、ちょっと興奮したらいいですよ。ああ、そうなん、そんなアドバイスもしてくれるんや。僕ちょっとしますね。うんうん、こうやればちょっと綺麗に聞こえますよ。うーん、あ、素晴らしい。そうなんですね。そんなね、やっぱり野村さんはね、あのやっぱり歌がお歌が上手っていうことでね、うん、やっぱりそういうところに出られているって言っていいんやね。あ、そうですね。はい。この今のそのダム友、ダム友、まあ、基本も本当に全部ダム友が基本で、基本はダム友、ダム友で登録してそういうので、うん、あのなかなか外に出て、あのこれでこれをきっかけにこういうなんかちょっと表に出たりとかいうことも出てくる。ありますね。ね、で聞いてるとそのやっぱりそっくりさんとかやっぱいるんですよ。やっぱりアーティスト、ね、その人のことが好きっていうことが基本やよね。多分は好きだとその人の声がもね。真似してみたいとか、うんうんうん、こんな風にして歌ってみたいとかなってきて、うんうん、そういうのを集めてじゃないですけど、うん、ちょっと友達になってつながってつながって、うんうん、じゃあちょっと一回ライブやってみようか。あー、面白い。そういうモノマネ的な、モノマネでもないんですけども、うん、面白おかしくするわけじゃないんですけど、うん、そういうライブやってみようかと。基本的にはもうそのアーティストがすごく好き、その人の歌を歌いたい、うん、似せて歌いたいっていう人が集まって、うん、さらにもう本当に上手な人ばっかり集めて、集めてライブ、それはダム友があったからこそ、そうそう、あったからこそですね。で、出られたこともあるんですね。出ましたね、出ちゃいましたね。あー、すごいですね。それもちょっと 見せてほしいかなと思うんですけどね、はい、今年ちょっとないんですけど、はい、去年まで3年間連続で東京の方まで行って、うんうん、みんな集まって、うん、ライブやったんですよ。そういうライブがあったんですね。そのライブに出たことがあるぐらい歌が上手なんだそうです。いや、ライブすごいです、うん、あ、こういう、ちょっとこれはあれですけど、あ、まあ、みんな、はい、こういう感じでね、本当に この友達からね、はい、今プロになった人もいるので、はい、のこのカラオケがすごく好きなアーティストがいる、うん、そしてそのアーティストに似せて歌いたい、もう本当に好きなんですっていう人らが集まって、こうやって東京でねライブしたりとかして、ここに野村さん乗ってますね。乗ってますね。これですか、これですか。乗ってますね。そうですね。これですね。そうですね。これですね。はい、これが野村さんです。これが野村さんです、はい、でこの隣の方はプロになられたっていう。モノマネはプロダクションに入って、ね、今今年からですね活躍されてますね、あのこの人は、はい、一応この今このライブの
発起人なんですけど。ああそうなんですね、すごいサザンオールスターズがめちゃめちゃそっくりです。笑っちゃうぐらい面白い。聞いてみたい。そんなライブも面白いね。あとすごいですよ、本当にアーティスト公認のそっくりさんも一緒に出て、いたりとか、もしかしたらちょっと気になっちゃいましたけど、ほいでね、さっき聞いたんですけど、言うていいですよ、ビーズのコンサートで、ビーズの歌が上手な人コンテストみたいなのがあったんですね。選抜があったんですね。選抜ですね、なんかね、そういう選抜に、ね、ちっちゃなカラオケ大会じゃないけど、そうですね、ビーズのコンサートの時に、あの 前座じゃないけど、前座、ビーズのことが好きで、ビーズの歌が上手っていう人がオーディションを受けて、でそのビーズの舞台で歌えるっていうなんかがあったんですね。ちょっと企画があって、特別な企画があって、それにね、受かってね、ビーズのコンサートのステージでね、ビーズの歌を歌った。その時の歌は何？その時はさまよえる青い弾丸っていう。難しい歌を歌うんですね。やっぱりもっと簡単な歌なかったですか？いや、ちょっと制限があって、1分半の間で、シャウトできる 歌える曲、だから前奏が長い曲はちょっともうカット。そうやね、結構長い曲あるので、やっぱりその1分半だけでシャウトできないって意味ないもんね。で歌える曲であんまり高い声出ないので、それをギリギリ出たので、それでさまよえる青い弾丸になったということでね。そんなこともあるんです。すごいですよ、そんな、ビーズのコンサートなんて人数多くて、チケットも当たるか当たらんかっていうような話やのに、そこでカラオケで選抜されて、歌が上手っていうことでステージ登っていいよって選ばれて歌うちこと、すごいですよね。あの時すごいですね。ドキドキしますよね。あのコンサート始まる1時間ぐらい前に、その前座じゃないですけど、できる6人ぐらいかな、あって、すごい、でカメラワークを何万人中規模の話じゃないですか。何万人規模の話で6人選ばれるっていうとすごいですよね。ビーズ大ファンなので、もうだってそこにいるだけでもすごい幸せで、素晴らしいと思います。そうですよね、わかります。なんか私もね、景色とかね、歌好きなんでね、ステージから見る景色がすごかったです。わかります。コンサートとかめちゃくちゃ行くんです私。あ、そうですか。はい、大好きなんでね、その気持ちすごくわかります。でね、こういう開放誌にもちゃんと載っています。お店のこともね、ほったらかしにしたらあかんのでね、のせい言うときます。エールさん、カラオケエールって言いましたよね、ちゃんとね、はい、カラオケエールさんっていう名前なんですね。美山町にある、美山区ですね。そうですね、美山区にあるあのカラオケエールさんっていうところでね、こういう開放誌にもちゃんと載っていて、こうやってした方が見やすいかな。これはちょっと本当に業者の人たちだけしか、業界誌なんですね。業界誌なんですね、はい、業界誌なんですけど、ちゃんとこういう紹介のされ方もしていて有名。ちゃんと小山さん、あ、小野村さん乗っている、なんで小山さんって言ってるのこれ乗っている、ちゃんと出ているっていうことでね、こういうところに出てもらうも慣れとるかなと思うんやけど、ちょっとねカラオケボックスの宣伝もしたいなと思うので、営業時間は12時から、はい、正午ですね、12時から、平日は深夜2時まで、平日は深夜2時まで、で金曜土曜は、まあ深夜3時まで、3時まで、はい、結構な時間やってますよね。そうですね、はい、朝一番で来るっていう人はなかなかおらんのですね。平日はね、まあ、やっぱり学生さんは少ないんで、あ、だから12時ぐらい、お昼の12時からオープンで、そうですね、夜中2時3時、平日は2時、はい、夜は3時まで、はい、勤労は3時までやっているということで、やってみえるということですよね。そんな中でやっぱりやっぱり年配の方にももっと若い子多いですか、やっぱり。これからはそうなるのかなと思いますよね。若い子、学生の子とかも結構来ます？来ますよ、来てくれますよ、お客さんは。やっぱり年々、やっぱりね、少子化じゃないですけど、本当に。なってくるでね、年配の人、都会行くとね、一人でカラオケ行く年配の人いっぱいいるんですけどね。いますよね。はい、そんな人全然ええと思います。なんか健康のために外へ出るってこともええことやし、そうそう、歌うのやっぱ健康、歌うの健康にね、すごいいいので、いいと思います。医学的にも多分出てると思うので、でね、私いつも思うんですけど、歌を歌うとすっきりする、しますね。その歌が上手とか下手とかどっちでもええんですよ。歌好きで
歌好きで、そう歌ってはスッキリっていう時あるんですよ。なんかありません、なんかね、皆さん多分ほとんどそうでしょうね。ね、それがねやっぱりね体にも気持ちにもええと思うんで、どんどん歌ってほしいですよね。絶対いいと思いますね。どうですか、エールさんでカラオケ大会したら。カラオケ大会ね、まだあるんです。そうやったことないですよ。そう、なんかしょっちゅう来てくれるお客さんとか、やっぱ歌好きで集まっとるで、披露したい人も披露したくない人もいっぱいおると思うけど、うん、その中にはやっぱり披露した人もやっぱりおると思うんやけどな。そうですね、カラオケ大会したら大々的に、なと思いますね。外で野外で野外あの駐車場で駐車場で野外ライブでもね、ここのお客さんでも何人かいましたよ。カラオケすっごく好きって言って、うん、寝るよりカラオケ好きっていう人がいて、うん、もっとねカラオケの披露する機会があったら披露したいんやけど、披露してきやもんね、商工会でなんか企画してくれやんかな、歌歌いたいのにっていう人何人かいましたよ。いいですね、はい、花火の時とかね。そうですね、前とかね、はい、地域の花火の時とかね、うん、カラオケ大会とかしたらね結構ええと思いますよ。いいですね、僕も出たいですね、はい、僕も出たいですね僕ももちろん出て、ほんで出たい人私何人か知ってます、声かけれます、うん、ここでね何人か聞きました、カラオケ好きで ね出たい、しかも人前でも披露したいって人がいます。それでね、カラオケなんかええじゃないですか。大体みんなもう 歌う人は大体みんなに聞いてもらいたい人が多いんですよね。本当ですか。僕もこの歌のつながりで、はい、やっぱりこう上手な人が結構ねつながっていくんですよ、うんうんうん、この間も全国大会優勝した人、三重県の、ああ三重県の鳥羽の子がいるんですけど、そうなんですね。その子も若い子ですか。若いですね、まだ20代ですね、うんうんうん、プロになるって言って、うん、女の子男の子、男の子男の子、演歌なんですけど、すごい頑張ってる。演歌こそ私は難しいと思っているのに、いつでも飲んでくれたら歌いに来ますって言ってるんで、あ、ほらやっぱりプロになる前にちょっとお酒飲んどいて、ね、それでもいいのかなと思います、ね、あの町民カラオケ大会とか開いたらどうですか、うん、いいかもしますか。商工会でしますか商工会さんで、ね、商工会さんで町民カラオケ大会みたいな、それ面白いと思いますけど ね、 そうですね、絶対。そんなね、あのエールさん、ちょっとね、ちょっと貼ってある、こういうのも貼って、そう、忘れてしまうとこでした、はい、こういうね、まあ、あのメニューもちょっと映してもらおうかな。メガシリーズ、メガシリーズ、はい、メガクリームソーダとか、だいたい4倍ぐらいのね、1リットルタワービール、これすごいね、はい、結構ね、頼む人いますね。面白いと思います。結構注文ありますよ、はい、1リットルタワービール面白いと思います、うん、こういうのもやっている、うん、そうですね、はい、あとなんかメガポテトとかね、あ、もあります。あ、やっぱりドリンクもちゃんとあるし、フードもちょっといろいろ揃えていたりするんですね、はい、でも結構種類はあると思いますね。あ、本当ですか、うん、ちょっと押したら、なんか小腹に入れながらカラオケして飲んでできるってことですね。そうなんですね。営業時間もちゃんと12時から2時、はい、週末は3時ということでしているということやもんでね。で一応、まあ、あ、こういう会の携帯こういう感じですっていうことで、携帯ポイントがたまるんですね。あ、携帯のメールで会員さんができるんですね。そうですね、携帯の中にあのポイントがたまっていきますよ、うん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 、あ、そうなんですね。初回は500円割引させ、1人に当たり500円割引させてもらって、ポイントがたまるとたこ焼きやったり唐揚げってフードになったりするんですね。そうですね、嬉しいですね。これ1000円割引まで、最終1000円割引まであるということで、はい、ポイントが貯まるんですって。いや、こういうの嬉しいですね。みんなね、ポイントって貯めるの好き。今までカードやってたんですけど、うんうん、やっぱりね、カードいっぱいなるじゃないですかね。財布の中もいっぱいになるし、はい、わかります。あ、携帯は皆さん最近持ってますもんね、うん、こういうのでね、ポイントが貯まるということで、いろいろ考え、時々お得なメールを送らせてもらったりっていう、あ、今日はこんな割引ありますよって、そうですね、割引期間ですよとかいう、うん、それに今度町民カラオケ大会とかもありますよとかそうですね、送ります、そうですね、町民地間ね、まあ、カラオケ好きな人集まれみたいなね、あったら面白いですよね。絶対面白いと思います。面白いですよね、うん、カラオケ大会しましょう私行きますわ。ミニミニね、ミニ歌いませんけど、歌うまいって聞いてますけど、全然歌いません。いや、歌いません歌上手なんですって。ぜひよかったら1曲どうですか、ワンフレーズ。えっ急すぎる。いやいや、急すぎる。あの、実はガイドボーカルっていうのカラオケの中に入ってまして、はい、それを聞いてもらえれば、あのね、実は本当に歌が上手だそうです。ほんでダム友でね、
たくさんアップもされているそうです。でそれももちろんなんですけど、そこでね、会社のこういうカラオケの機械の会社のオーディションみたいなのがあって、あのガイドボーカル募集しますみたいなのがあるんですね。そうですね、もう今あんまりないんですけど、まあ、今はあんまりないそうですけど、昔にはあったそうです。でね、それのガイドボーカルをオーディションされるんですって、録音してそうですね、録音してダム友で録音したのをちゃんとアップしておくと、送りますよって送って、でね、今現在ダムの、はい、言ってください、はい、ゆうすけさん、上地ゆうすけさんですね、上地ゆうすけさんが歌を歌っているライオンっていう曲のガイドボーカルは僕です、は僕が、はい、歌ってます。素晴らしい、これ素晴らしくないですか。1曲だけなんですけど、でもすごい、たまたま1曲でもすごいですよね。すごいたまたまなんですよ。いや、たまたまってもすごいですよ。こんなことなかなか皆さん、うん、挑戦もなかなか、ダムともだいたい使いこなせないことももちろんやけど、うん、知っていたからって応募したからってなかなかそれ受からないと思うんです。そうですよね、はい、たまたま僕の友達が、うんうんうん、女の子がね、うんうんうん、女の子が受かったんですよ、うん、あー受かってて、ね、よかったねって言ってたら、うんうん、次も知り合いの子が受かって、うんうん、次も知り合いの女の子が受かって、うんうん、やっぱり歌上手な人がみんな友達なんよね。こうこうこうってきたから、うんうん、次冗談で次僕だねみたいなこと言ってたんですよ。深っちゃってる。すごい、皆さんダムのカラオケね、行ったらね、ゆうすけさんのライオン歌えなくてもいいんです。一回ガイドボーカルでかけてみてください。それ面白いね。うん、面白いですね。すごい。ということは結構友達、やっぱり歌上手な人には歌上手な人ばっかり寄ってくるんですね。なんかでだんだん集まりもありますよ ね、オフ会ね、みんな集まって、ね、ちょっと来月も、いやー、歌上手な人ばっかりのカラオケってどんなんやろ。すごいですよ。すごいよね、想像したらすごいよね。すごいですよ。たまに下手な人がおって面白いんやけどね、ここのね商工会にもね大好きなんです、歌大好きなんやけど音が軽く外れとるっちゅうね。逆にいいですよね、 N 君っていうのやけどね。あれ聞こえとるかな。大好きな歌、大好きな、ね、もうお酒も好きやし歌も大好きで、カラオケもいつも歌うんですけどね、軽く泳いどる感じ。いや、私はその歌が大好きですけど ね、うん、いいですよね。そういう方がおってなんか面白いけど、歌上手な人ばっかりこう歌とるカラオケってなんか想像できやけど、いかついな、いかついな。ちょうどちょっと来月ね、うん、ちょうどちょっと、うん、集まるんですよ、ちょっとガイドボーカルさんたちをね、遠くから集めて。うそー、遠いとこはどこから来るんですか。どこか、北海道からかな、来るかな。で、どこ集まるんですか。四日市の方に。面白い。内緒いいかな、って。オフ会なんでね、内緒なんです。お探せませんけど、オフ会なんでね、内緒なんですけどね。秘密の集まりで ね、 ですね。いや、面白い。結構すごいと思うんやけどね。それ面白いと思います。そんなこともあるんですね。カメラ撮りに来てもらうね。それ流してしまったらオフ会でも何でもないっていう。本当です。内緒じゃないですね。内緒じゃない。もう内緒じゃない。オフ会じゃない。音会やね。音会。ね、そういうの面白いかなと。有名人ですよ、みんな。本当ですか。そんな面白いね。本当に行ってみたい。覗いてみたい、こうちょっと覗いてみたい気分ですね、うん、面白い。そんなね、カラオケボックスエールさん、うん、でね、店長さんやってみる、いつも大体おるわけじゃないけど、大体はいます。大体夜なんですよ、深夜。大体夜はいます。昼間はあのその本業の方は野村商店あーさんを頑張っていられるので、もう夜まで働いてますね、ということでね、でね、今日のね、お客様のね、キッテクさんはハモリキッテクさんなんで、ハモってくれたり、もしね、ハモってほしいわっていう方がいたら声かけてもらったらハモりますね。あかん、結構あかん、そ、まあまあ何でもハモりますけど、ハモれと言われれば。ああ、そうかそうか、得意なやつもあるんですね、やっぱり。そうですね、得意もあるし、小室哲哉さんが好きなので、僕はよく90年代のグローブとか、うん、TRF とか、加原朋美さんとか、いいですね、もうあの辺り全盛期の、あの辺りの小室さんのハモリを作ってが大好きなんです。はい、です、大好きなんですね。あ、ぜひ、あの、年代ですね。年代ですね。でもね、あの、カラオケのことについてのアドバイスとか、機械のこととか、うん、こうやってうまく歌えるよとか、そんなアドバイスは全然いつでも受けて、そうですね、どうですかとか言ってもらえれば、ね、で年配の方もどんどん受けてほしいし、ね、若い子でもそんなアドバイスも欲しいしっていう方がいたらね、はい、あれやし、ね、カラオケのことは何でも聞いてくださいっていうことでね、うん、もしね、この話聞いてね、ダムともちょっと聞いてみたい、うん、興味あるわっていう子がおったら声かけてもらったらね、説明もさせてもらえますし ね無料なので、うん、無料なんですって、うん、とりあえず、うん、それで面白いと思うので、ね、皆さんね、声かけてほしいなと思います ね、 そうですね。でエールさん、ぜひね、宮間区にあります、はい、はい、
あのカラオケエールさんですのでね、ちょっとね木造のかわいい建物が建っていますので、はい、あのぜひねお邪魔してほしいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そんなことで今日は楽しい話、初めての話いっぱい聞かせてもらいましたし、ダム聞くんやったらぜひねエールさんね、あの行って、あのゆうすけのライオン、はい、聞いてほしい。どこでも聞きますからね、ダムがあったら ね、うん、聞いてほしいかなと思います。そしてあの最後にいっぱい話聞きたい、まだまだ聞きたいことあるような気分なんやけど、うん、あの皆さんに聞いています。紀北町の好きなとこ何ですかって聞いてるんですけど、うん、はい、はい、どうですか。美しい自然ですね。あ、美しい自然。川のすぐそばに住んで会社がある、うんうん、あるし、うんうんうん、銚子川っていうね、あ、銚子川素晴らしい清流ですね。で、はい、牡蠣の養殖のね、あ、白石港っていうところの、はい、近くのところに住んでるので、景色はねどこでもいいんですよね。すごいだから素晴らしい自然に囲まれてますね。すごい癒されますね。水の多いところはね豊かやなってすごく思うんです、印象が。ね、いいですね、銚子川があって白石湖があって食べ物も美味しいしっていうことでね、そんな感じなんですね。はい、はい、と思います。野村真さん楽しい方ですね。歌も上手だそうで、あのリクエストしたら歌ってくれるかわからんもんで、あ、わかんないけど、 なのであのカラオケ宮間区にあるエールさんに行ってもらったら、ちょっと歌ってもらいましょうね。はい、はい、そんなことでね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。野村真さんでした。ありがとうございます。